皆さんこんにちは、丸川です。今回はアシェットのヴァルキリーの続きをやっていきますよ。今週はこちら。第135。前回は垂直尾翼の組み立てと、スラスターを作りましたね。今週はこちらを作っていきますよ。はい、垂直尾翼ですね。この垂直尾翼回は、前縁をつけるだけなんで、一瞬で終わってしまいますが、今週も作っていきましょう。はい、それでは今週も始めていきます。週刊ヴァルキリーを作ろう。今週は第135ということで、垂直尾翼の前縁の取り付けです。こちらはすでに最近やったので、今回はマクロス雑談を少し。先日のワルキューレライブの話、絶対スペシャル。皆さんは見ましたか？こちらの配信の最後に、ついに告知されましたね。次回のワルキューレライブ、その名もラストミッション。いやー、ついに告知されちゃいました。楽しみでもあり、少し悲しい告知でしたが、来年の5月に、東京、大阪にて、ワルキューレのラストミッション。これは全通待ったなしのライブですよね。来月発売の劇場版の円盤に、東京公演のシリアルコードがついていて、大阪公演の詳細はまだ告知されていませんが、きっとライブブルーレイかなーって思ってます。ワルキューレリボーンの円盤も早く欲しいですね。公式からの告知を楽しみに待ちたいと思います。それと、明日はついにマクロスモデラーズの特番ですね。一応私もちゃっかり応募してるので、どんなコメントをしていただけるか楽しみです。賞もらえたら嬉しいなー。ということで、今回は雑談メインになってしまいましたが、今週はここまで。さていかがだったでしょうか。今回の週刊ヴァルキリーを作ろう。今回は2回目の垂直尾翼の組み立てということで、雑談メインになってしまいました。次回はこちら。はい、垂直尾翼の組み立ての続きと、何やら熊手みたいなパーツがついてますね。なんだろう。ということで、来週もまた見に来てくれると嬉しいです。ガングレビューや潜入動画もやってますので、そちらもぜひ。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。